はい、スタジオドッグラン高木義明です。今回はお客様にご連絡、当店のドッグランの回数券をですねお持ちのお客様ですね、はい、あのドッグランがいつ復活するか具体的な日程がお知らせできない現状ですね、回数券の払い戻しをしたいと思います。火災の発生した1月16日以降にの期限の回数券をお持ちのお客様返金いたしますのでよろしくお願いします。方法ですけれども、SNS ですね、例えば、インスタの メッセージとか、それから Facebook メッセンジャーとか、そういった SNS でつながれるお客様については、回数券をの裏表を写メしていただいて、で、振込先を一緒にご連絡いただけましたらご返金差し上げますから、郵送がいいお客様については、回数券を、当店まで郵送していただけました、の振込先と同時に一緒に、ご郵送していただけましたら、折り返し、ご記入いただいてます振込先にご返金いたします。で、そのいずれでもないお客様は、店頭で、現物と引き換えでご返金差し上げますの で電話番号に、ご連絡いただいた上で時間を待ち合わせて直接会ってご返金差し上げたいと思います。以上、よろしくお願いいたします。こちらが連絡先携帯番号です。はい、改めてこちらが住所とお店の名前です。私もこんな風に再建できる日を待ちわびております。